寝返りもできないし、うん、12時の前、うわ、じゃあいいやろ。今は多分ね、麻酔があれしてるから。あー、ラスコイ。お前がアラブの敵をコンクラストへ飛ぶりゃ。お前がどうしたいんだ。赤さん、ラスコイ、ありがとうございます。脂肪球で口の中からやってんのよ。この口の中を切ってジルジル吸ったらしい。あ、テンさん、ラスコイ、テンさんもやっちゃってるわ、うん、2週間ぐらいかかるみたいよ、ダウンタイム。いきなり帰ってきたら、ラナちゃんが一番びっくりしてたよ。いきなり帰ってきたから、分かってなかったね。警戒してたもん。飛びつくじゃん、大体。カネさん、どつく。お前が警戒してた。まあ、すぐ泣きやんだけどね。あ、大会さん、ドンチキ、ありがとうございます。お前ら全部で割引、元値段はあれらしいけど、全部で260万ぐらいみたいですね。マジで請求した。あ、直子さん、ドンチキ、お前ら止まった。染みてる、染みてる。すぐは効かないのかな。すぐ効かないの。ちょっと時間かかるのか教えてほしいって言ってますね。なんか効果はすぐじゃないのかと。3日後ぐらいって。すぐは効かないって。奈々ちゃん、ダメよ、ほら。3日したら出なくなる。3日後にもう1回グレーのシャツ着てみたりですね。そしたら変なのがいる。ひどいね。ひどいな、こいつ。アレミさん、ドンチキ、ひどいやついる。卵ね。髪の毛はこういうバンドつけてんの、こう。
だから今ヤシの木みたいになってる。あ、クラゲちゃんありがとう。結構ね、これねしっかり止まってるから多分相当引っ張られてると思うよ。キュッてなってるもん。キュッて痛いでしょ。クラって結構圧がすごいな。圧がクマ取りだけのつもりがね。お前がアラブの敵をコンクラストへ飛ぶな。お前がアミちゃんありがとう。何時に起きたっけ？ 8 時に起きた。ああ、じゃあ結構そこから終わってすぐタクシーですって来れたんだ。寝るときは枕を高くした方が産まないです。あ、熊取りした人枕高めだよ。でも枕、うん、お前が運転ね。運転、あ、でも車の中でマック食べちゃった。貴重さんに、ええ、ありがとうって言って貴重さんに車運転してくれ。どうしたの、うんこするの。あれです、なあちゃん。そうりゃ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 。この声が嫌なの。リクエに吠えてる。さあちゃんどっち系。ありがとうございます。いや何もいないね。これはこれでもこの革のベルトだけでもなんか小顔矯正みたいになりそうだよね。なんかつけてるだけでね。なんかこういうのあるよね、なんか小顔マスクみたいな。ファンティーカメラ。ね、痛いと思いますよ、これ。これでも XL じゃないやつじゃないですか、これ。ミディアム、これちっちゃいって言ってるんですよ、これ。ファンティーカメラ。ファンティーカメラ、これ。これちっちゃいんすよ、これ。ファンティーカメ、ファンティーカメこれちっちゃいから。ナナちゃんのおもちゃじゃないよ。痛い。あのね、注射した後のパッチがいっぱいついてる。注射打った後のプチプチがいっぱいついてる。糸だ。うん。まあ、でも小顔になってる。でも腫れてるけど、顎のねそこに肉がないから、多分小顔になっちゃうんじゃないこれ。ね、顎肉がないもん。うん。ここはもう腫れてるからしょうがないけど、多分スッてなるんじゃないかな。うん。相当なくなってば、顎の骨のラインが見えてるもん。うん、見えてる。今まで見えてなかった。うん、見えてる。ここラインが、横顔が、うん、目はちょっとまだ腫れてるから。でもなくなるな。クマね、内出血してるけど、多分明日もうちょっと内出血しますよ、多分目の下。うん、ありがとうございます。あーさん、ありがとう。顎あ、じゃあダメよ。ダメ。パンティつける。パンティ。パンティじゃないよ。パンティサイズが合ってないんだよこれ。
量なんかな、さっきのやつの方がいいんじゃないかな、サイズが合ってないから痛いんじゃないかな、これだけさ大丈夫かな。怖いんだけどこれ、もうやめた方がいいよな、これね、サイズが合ってないから。大丈夫、怖いんですけど、なんか怖いよね、ちょっと。口が大きくなっちゃったから出てないですね、ちょっと下唇が出てない。シワになっちゃう、こんなのしてたら。サイズ合ってるやつの方がいいよね、圧迫しないといけないんでしょ、やめた方がいいです。せいさん戻す、ゆいママありがとう。これは顎がこうやね、こうやね。苦しい。ここで足だとこれば一番下止めて、一番下のラインをこう。あ、みよちゃんどうですか。一番下止めて、出してこう。ちょっと なんか違うな、さっきとの逆に。
お前はこれか、これや、これ来た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 、これや、これね、うん、来た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 、これや、しっくりきたやつと。あ、クジラちゃんありがとう。ナイスクジラちゃん。あー、つきたきた。大変だねこれ、うん、大変よ、大変大変。1ヶ月どん…いや、でもバシまででしょ。何日つ…何日だろう。あーお疲れ。どんぐらい、1週間だって、1週間ぐらい、1週間ぐらいだって。寝る時がね、聖さん下向いて寝るでしょ。それができないから上向いて寝ないと。いいぞ。撮影これでいきます。24日だから抜歯する前だよ。だから消せるからね、あれ加工で。カレンダーの撮影とかは、あの腫れも引かせれるし、あの肌汚い人とかはあの消してくれるんだよ、プロの人が。ありがとう、水上花火。あ、たまるさん、ありがとうございます。お前が、お前が、お前が。あー、お前が、お前がアラブの敵を。うっちゃー、ありがとう。頑張ってね。俺が、あ、お世話をってこと。介護ね。明日千葉に行くはずだったから、明日は泊まって明後日の朝一出るわ。明日前乗りするはずだったんだけど、一日後だからね。朝一で出るしかない。なんで声が出せないかというと、口が開かないですよ。口がね、開かない、切っちゃってるから。肉取ったから、内側から肉取ってるから。あ、まゆちゃんがすごい、口の中にレスリーでそこから脂肪ガーって吸ってるから痛いんだって。くまちゃんナイス。ほっぺが出すぎ。あ、みおちゃんありがとう。出すぎ、お前が出すぎ。ここ、これここ、そう？オッケー？そう？これでいい？入れたけど今、ほっぺた。オッケー。むずいよ、これつけるの結構。結構むずい。充電。脂肪系、口の中からほっぺたの肉吸って、首の根っこらへん、顎の肉も吸って、目の下の脂肪も取って、ボトックス、眉間とほうれい線、おでこも、おでこも、うん、ありがとうございます。ドンチキマナさん、帰ってきてさ、帰ってきて必死になんか喋ってるけど、唾がね、口が力が入らないから笑はって。そこで260万だそうです。あ、小太郎さんありがとう。
明日もっと晴れるだろうね、多分朝起きたら。3日後だってこれ、効果は。秋汗注射ね、プチプチって。ありがとう。フロアだから今日は体これダメダメ、パキしたから、ここ首かしてもダメ、あったかくなるからダメなのか、血圧上がっちゃうから。ありがとう。あ、タルルさんありがとうございます。お前が、お前が、次は別に予約してないんですよ、別に。とりあえず一回これで終わって、バッシ、あ、バッシ、バッシ、25バッシ、26バッシ、1ヶ月後、26と1ヶ月後に経過見るんだって。3ヶ月後も、2ヶ月後も、3ヶ月後も。じゃ定期的に来ないといけない。銀座行かないといけない。ナナちゃんが知ってたとこだったよ。ゆらちゃん。ゆらちゃんやったわ。だから一時抜きに行けないからおかしくなっちゃうかも、精神状態が。さすがにこれつけてねデリヘル行けないから。あー、ありがとうございます、おつけさん。これで脱走できないねってしばらくは。あ、終わったです。ナイスアップだ。タクシーでしょ。タクシー。8時ぐらい乗って帰ってきたのが9時過ぎだったから。マネージャーも一緒に来てくれた。あ、一緒にここ来てくれたって、マネージャーが。近くに住んでるの。バス停、あ、町田駅から電車で帰ったって。こんにちは。大体でしょ。今来た人はせいさんの X をね見てほしいって、X、 アニサキスとあのゼリーが乗ってるから。うん、マコさんのやつね、マコさんのやつ。マネージャーが撮った動画あります？見せれるんかな、それ X にあげた方がいいんじゃないですかね。ありがとう、ドンチキ。あ、朝香ちゃん、ナイス、ありがとう。あ、ナッツ、ありがとう、ドンツク。こんばんは、ヨシさん、ヨシ。X のがいいね。ありがとう。天天さん、ありがとう。アルカネもありがとう。そんな思ったほどね、口の中
ここはそんなに量的にはそんなに、アニサキスはあの目の下のクマのところの脂肪だって、うん、そうそう、せいさんこれ次は養分だね、クマ取りは。顔は舐めちゃダメよ、うん、顔は舐めちゃダメよ。銀座 TA クリニック、銀座 TA クリニックなんかある、うん、TikTok で山田マリエで検索、今日の先生ですよね、うん、TA だって TA ね、 TA T じゃない、 TA TA あ、ありがとう、ヨッシーさん。有名らしい。俺はあんま知らなかったけど、有名だ。結構知ってる人いたもん、米なんで。ナナちゃんも知ってた。ナナちゃんがなんかね、LINE 来てたのよ。一番最初に特定してたんだよね。せいじくん、ここもって来てた。なんか、もう過去にやったことあるんだって。過去にやったことあるらしい。で、ここでなんかアンチエイジングして、なんだっけな、アラさんありがとう、 なんだっけ美容針かなんかして顔小顔になったけど、その反動で顔がでかくなったんだって。アラさんありがとうございます。反動でギンギラ花火、アリーさんありがとうございます。先生テレビにも出てた。相当有名なんだ。なかなか予約取れない人もしかして。あなちゃんね、疲れてんじゃない多分。来てすぐね、せいさんが美意識が上がってるから、帰ってきてすぐ、みささんやったほうがいいよ、お礼せんタッパペ意識上げないと帰ってきてすぐ言ってた俺にやなちゃんは避妊手術だから全然大丈夫そうだった。X みたいな、 X ラーメン食いたい、カップラーメン、
でも熱いのダメですよ。ダメ、うん、刺激物は傷口にダメだって、うん、言ってましたよ。熱いもん食っちゃいけないって。ダメ、豚汁も冷やじゃないとダメ、うん。いや、こういう、なんていうの、これ茶碗蒸しを買ってきてもらったらこういうやつしか多分食べちゃいけないんだよ。今日までだな。刺激物、熱いものダメだよね。スーラータダメでしょ、うん、ダメでしょ。痩せるよ、誠司さん。多分10キロぐらい痩せんじゃないかな、多分3日間でね。こんだけ食えなかったら激痩せすんじゃない。つけ麺とか、まあ熱くなければいいっぽいけどね。えこのカードあれ受け取りできなかった、着払いだから。刺激物ダメでしょ。アイスはどうなんだろう。整形したことないか。あ、のんちゃんありがとう。アイスはいいの？食えないじゃない、口が開かないから。コーンとかあれじゃないだろ、やめといた方がいいんじゃない。わかんないけど、整形したことある人に聞いた方がいいよね。果物も梨とかもだから細かく砕いて食わないと口開かないから、うん、梨食べたい。でもあのままダメですよ、ちっちゃく切らないと。食べたい、2個あ、前のやつ食べてないっすよ。9号やん、バルス。いいのよ、整形できる人が。羨ましいんだよ多分。自分の顔にコンプレックスがある人って人の容姿叩くからね、めちゃくちゃね。純粋に羨ましいなと思うのは別にいいと思うんだけど、自分はできないからイライラするんだよ多分。食わない方がいいんだったら、すりおろしたら美味しくないんじゃない、なしって。すりおろしたら美味しくないんじゃない。ああ、お月さんありがとうございます。退院しました、ララちゃんも。退院しました。ケロッとしてた、ケロッと。ご飯ももりもり食ってた、帰ってから何のあれもなかったね、うん、あー、せいちゃん生意気だったら叩いてやって。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ララちゃんの傷そんなにでかくなかったよ、見たら。こんぐらいだった、こんぐらい。想像してたよりはなんか痛々しく、ここまで痛々しくなかったっていうか。思ってたよりは、ね、マジで2個食べるんですか、セリフ。食べる。
新幹線の方がいいでしょ。甘かったな。切りゃ口の中に入るサイズだったら食えんじゃないの。噛むのはできるんでしょ。だって口に入るサイズだったらいいんじゃない。スティックに切るってどういうこと。スティックに切るってどういうこと。いつもの切り方じゃいけんってことじゃ。無理じゃない。多分口の中に入る、ここちっちゃいあの角切りリンゴみたいにすればいいんじゃないの。食べてたよさっき。明日ですね。明日包丁扱いながら見れるわけないじゃん。はい、新しくツイートしたから見てって新しいツイートを見てほしいそうです。ニューツイート見てだって。見てあげて。
画動画上げたって動画麻酔のやつ、うん、それ見といて切ってる間ありがとう。誰だろう。あ、花南さんありがとうございます。薄く切ってあげてね。あなたも本人がそれでいいっつってんだからいいだろう。すごいね、口に入ればいいっつってんだから本人が。薄切り柴田やめてよ、ほんと薄切り柴田。一口大でいいっつってんだから本人が。できた動画せいさん記憶はあるんですか。ないないって覚えてないって。食えるのかな、せいじさん食えんのこれ2個分あるけどめちゃくちゃ量あるで、これまだ飯食ってないから腹減ってんだろうからね。豊富
肉だと口に入りにくいから串刺しで食った方がいいね。これでこれでね、うん、甘っ。この間より甘いぞ。これこの間より甘くなってる。すごい甘くなってる。甘みがね、増してるわ。甘い。こそこそ言うことじゃなかった。飯食ってるの。あ、これでかでかでかい。ここ奈々ちゃんも一個食べる。飯食べる。食べるか。もらう。じゃあ、ね、あと来た。あ、ママありがとうございます。なんで整形したのって。美しくなりたいからだよ。サムネのさ、じゃふわっちのさ、視聴者順で見てくんない。あの僕とせいさんのカップルのね写真の横に眉クラウンが並んでんだよこれ。見てこれ。同じような感じでサムネイルが並んでるんだ。これ見てほしい。ちょっとこれ、おーお姉さま、あらすこい。お姉さま5個ファンタスティック。はね、総視聴者順で見れるよ、うん、同じようなアングルだね。
で同じ位置に整形した方がいる、うん、連絡したなんて言ってます。せいじさんどこ整形したのって。あ、寝てた。電池切れたのよさっきまで。せいじさん帰ってくるまで狛江の配信見ながら寝落ちしちゃってて。痛い。せいそれアゴライン。ヒリする。内側え、麻酔切れてきた。痛め止め飲まないと。もうでも飲んでもいい頃じゃないですか。12時でしょ。痛い。ララちゃんが梨狙ってる。ペロッと食べたね、ララちゃん。梨美味しかったんでしょ。甘いから。じゃあ、なんかいっぱい薬もらった。すごい量があったよ。わかんない、誰なんていうかわかんない。クリームとかもらった。クリーム、あ、なんかいい。口開けらんないから、うん、口ここめっちゃ痛い。痛みレベル10段階で今7だって。だいぶ痛いね。だいぶ痛い。10段階の7だって今。結構痛いぞ。乾いた。困っ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 た。乾いた。
グレーの T シャツを買いに行きたいって。バッシュの時買いますからね、銀座でね。思い切ってショップいっぱいあるからね。ありがとうございます。参りましたね。あ、こんにちは、ありがとう。すごい、奈々ちゃんも頑張ったね。お前は、あ、ブルースありがとう。奈々ちゃんはね、企画的、いつもと変わらない。シューズ合計は260万です。モニター割引入って、割引入っての260。入る前が430万だって。430万。え、モニターとかセーザーの術前術後結果ホームページから載るってこと？載る。になった方が失敗した時のリスクもね、病院側はあるからやった方がいいって。ちゃんとやってくれるから、うん、アイデリーありがとう。8まで来た。7から8に上がった。10まで行ったらもうね、やばいや。叫んで。もう叫ぶしかない。でかいよ。でかいよこれ。口開かない。口開かない。これ。でかい。
リエ山田先生ね。マリエ山田。冷やしても意味ないのかな。ここにこれで入れちゃう。入れて。入れた。牛乳？あ、牛。これだね。ぶち込んじゃう。今レベル8だからレベル9になったらこの隙間から保冷剤入れるって。うん。冷えピタでもいいかもね。うん。眉の気持ちが分かったとかそういうコメントがいらんねんって思ってます。やかましいねんって芝くぞって言ってますね。眉リス帰れって怒ってる。やかましいねんって。どうでもいい。うん、苦手。うん、やめてって。どうでもいいから聞かないでって。うん、眉と一緒にしないでくれ。確かに、あの今パッと見て分かるのはほうれい線かもね。一番速効性があるのは多分。いや、これも定期的に打たないといけないでしょ、多分。そんな感じだけどね。ほうれい線のボトックスって定期的注射でしょ、多分。一発だけじゃない気がするけどな。ヒアドロンさんか、ヒアドロンさん。なんか生産ね。あ、みーちゃん。あのね、病院の匂いがする生産。入院患者の匂いがする。何の匂いでも病院の入院してる人の匂いがする。消毒液の匂いかな、多分。便座カバーやめて、NG ワード。便座やめてって言ってます。便器じゃねえからって。間違えて俺がうんこしたらそんなこと言ってたら、顔にね。やめて。
8.5 まで、痛みレベル 8.5 8.5 まで来たって、やばいかも。薬飲んで冷えピタ張らないと。8.5 はだいぶ痛いよ。いけた。丸ごと2個いったわ、全力で、あんま食べてないからお腹空いてる。締め付けられてるから頬肉の内側をね、噛みそうになって怖いって、内側ね、頬の、こうやってプッてなってるから、抑え込まれてるから、12時になったら腫れ止めの薬。そうだね、養護服のラムネに着替えてもらわないと、術後服のラムネに着替えないとね、いや、多分あれこれしてるから引っかからないんじゃないか。2人いる家の中に。昨日、今日静かだね、2人とも。ボタンで止める、脱いだりするとき痛いかってこと。確かに目はね、クマ取りですね。でも半袖のボタン付きってなかなかなくない？警告出た。センシティブな内容が含まれている可能性があるため、このポストに警告を表示しています。だってセンシティブ警告来てる。センシティブ警告来ちゃった。あの死亡のやつ黒いからかな。
警告しちゃってるわ。警告出た。ダメなんだ。まゆちゃんもすぐ消してた。消した方がいいのか。うん。もう みんな見たから一回消した方がいいかもしれない。ね。だって凍結されたらやばいです。うん、消した。見たよね、みんな。おむつのはね、センシティブ警告来てないです。僕がアップしたおむつのやつ、センシティブじゃないんだって、あれ。あれはセーフ。何も来てない。おむつはオッケー。あの 血があるからじゃない。血って結構ダメやもんな。これはただ別におむつ履いてるだけだから。えさん、おむつの写真2万3000人見てます。嘘だよ。2.3 万回表示になってる。130リポスト、826いいねついてる。うん、好評っすね。結構好評。表示回数がめちゃくちゃ多い。なかなか見れないから、おむつ姿なんかが。老後ぐらいしか履かないよ、こんなの。結局別におしっことか漏らしてないんでしょ。おむつ出てた。緩んじゃったのか、多分。ちょっと出たって、うん、ちょっと出たって。おしっこの方で、おしっこの方。笑いすぎ。おむつ笑いすぎ。笑いすぎって。顔腫れてきてんだけど、肉眼で見ると目の下だけ色が違うんだよ。白くな、内出血だから、ここだけね、ちょっと緑色になってる。あとは腫れてんだけど赤く、ここだけ内出血してる、うん、それが多分明日だともっとね、黒くなってきて、そこから引いてくるんじゃない、シュールって、うん、そう、あざみ、殴られた直後みたいになってる。ペンしたから赤いんだ、多分。そうだわ、ダーマペンだ。ほっぺたは多分ダーマペン。リップバームって何？あ、リップクリーム？唇が乾いてるから。買わないとね、じゃあ。さすがにリップは使い回ししたら嫌でしょ。使う方がね。整形したよ、今日。あれ、本当はあれでしょ、せいぜい。打ち合わせも事前にやるべきだけど、一気にやっちゃったから時間かかったんでしょ、多分。日野さんがやってる。うん、時静香さんとコラボしてるね。ピノさんがなんか作ったね。ヤシナッシーだね、これ。見えるかな。あ、ナッシー。確かに。あ、確かに。確かに。
ナッシーがナシ食ってる？何度も言いますけど、もう言わないよ。目の熊取り、眉間のボトックス、おでこにボトックス注射、ほうれい線のヒアルロン酸、ほっぺたの脂肪吸引、顎の脂肪吸引、脇のボトックス。え？定期作ってって、なんか定期してって言ってます。定期してって、整形のラインナップね。で、金額は260万。あ、糸リフトもしてるわ。糸リフトもやってる、リフトもやってる、うん、あとダーマペン、そうそう、ダーマペン。明日パチンコ行ってくる、これで。サングラスはしてほしいかな、せめて。マスクする、それに帽子かぶって。これ帽子かぶってマスクしたら、まあ分からんかな、多分。タバコはいいみたいよ。5本ずつ糸、これなんかね、5箇所跡があるんだよ。 1,2,3,4,5 って、下から上に引っ張ってる。5箇所だって、合計10本だって。帽子とサングラスいるね。マスクも日焼けしちゃダメだって。顎はね、口の中から。あ、歯医者行ったばかりだから大丈夫。定期、定期ね、155さ。うん、裏ハムラって書いてほしいって。裏ハムラ、目の熊取りは裏ハムラだって。表ハムラだって、表ハムラ、裏じゃなくて表ハムラだって。表、分からん、なんで表なのか分からない。表ハムラだって。うん、裏だとたるみが出るから表なんだって。シワになっちゃう。うん、切っちゃって、いらない皮膚を切っちゃって、うん、表ハムラにしないと。裏ハムラだと20代から30代まで、40代は表ハムラ。口の中を切って、なんかね、吸い上げたらしいよ、クワーって。東京はね、たぶん抜歯だから26までじゃない、多分。ん、撮影があるか、24に。26に抜歯だ、25か26に。ん？ツイート見てください、ツイート見てください。手術の直前の動画を見てほしいって。術後の写真も X を見てほしいって。え、おむつ、おむつ、おむつも見てって。おむつも見てほしいって。見てほしいんだ。
おむつも見てて、うん、僕の X のね、おむつバズらしてほしいって、これ、うん、これはアンチエイジングはしたいけどね、ミスは怖いわ、うん、ミスは怖いね、ちょっと怖いよ、顔にミス入れるのはね、勇気がいるよ、うん、そのほうれい線のヒアルロン酸も入ってる、それぐらいだったら やれるけどね、俺も、うん、だから誠司さんの見て参考にしたらいいじゃん、イートリフト考えてる人は。ボトックスはなんか3ヶ月に1回ぐらい打たないといけないんだって、半年か、半年に1回ぐらい打つんだって。金箔、いや帰り生産の病院から帰るとき今日ツイキャスやってよ、店中明日の朝と夜で仕上げる、うん、脇よ脇、脇の注射は定期的にやらないと効果が切れるらしいよ、うん、1回じゃねあれなんだって、何回もやらないと、ダーマペンもそうだけど何回かやらないといけないし、あ、ヒアルロン酸もそうなんだ。それで正しいんじゃない ?1258 号さん、うん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 、糸リフトも1年に1回なんだ、あ、ノックさんもダーマペン行ってんの、月1回綺麗になるのかな、どん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 、ノックさんどうなんだろう、そんなずっといてんだったらやっぱ効果あるのかな、かゆい、生ペンかゆいんだって、うん、肌は綺麗になる、やった方がいいのかな、じゃあ生ペン、こんな腫れるのか、でも真っ赤っかに日焼けした海に行った後みたいになるんだね、やっぱ毛穴がなくなるっていうよね、なんかダーマペンしたら、綺麗になるならね、やった方がいいだろう、そう、なんか 2、3日したら引いてくんじゃない、多分出てくるんじゃない、少しぐらいだったら経過を見てね、良さそうだったら、
皮が剥けて新しい皮膚が出てきて綺麗になるんだ。痛めつけて、痛めつけて古い肌を剥がして新しくしていくってこと。あれマネージャーが撮ってる。俺出たから4時前ぐらいに。あれマネージャーだ。ダウンタイム大変だよ。当分ラーメン食えないせいですよね。ラーメン食えない、風俗行けない、パチンコしか行けない。朝からパチンコだ。喋れないしね、イベント前までに直さないと。え、ドライブスルー喋れないから画用紙持ってかないとドライブスルーするとき声が通らないから画用紙持っていてマジックで注文しない。あ、ダメだ、カメラで見えないもんだって。口で喋るから無理だ。一回降りて注文して取り行かないと自分で。ダメだね。お店の中に入ってお持ち帰りしないとドライブスルーできないよ。阪神さん、言っていいんですか。最初はあの熊野の映像は、連行？あ、ルイージさん？連行されたの？あ、オーバードーズしたってなんかタド来てたな。オーバードーズ。メジコンオーバードーズ？捕まりはしないんじゃないですか、でも。メジコンってなんか普通の一般の薬でしょ？湧いてる？お祭り状態？咳止めか。あー、メジコン飲みすぎたらわけわかんなくなるんだ。あれ警察が来てたの。2万人うわー、死ぬ人もいるの。捕まりはしないんだよね、でも。いや、いるんだよ、結構、TikTok も。あと10分で薬飲まないと。やってない。TikTok ってなんかバンになってもアカウント作り直したらやり直せるらしいよ。なんか諸説によると何度でもやり直せるって聞いたけどね。フワッチとかみたいに関連ですぐ消されるとかないって聞いたけどね。サブアカとかで大体やってんじゃないみんな。多分兵器流して、あの1276号さんに誰か教えてあげて。兵器お願いします、兵器お願いします、兵器。
定期見てくださいね、今北さん定期書くんで。それ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 見えない、見えないってどういうこと、定期がブロックされてない、定期の人に定期の人にブロックされてんじゃないの？あ、自分で定期してる。これ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 、うん、これ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 、うん、二人ともおとなしくなっちゃったな。あんなに騒がしかったのに二人ともそこで静かになっちゃった静かだね、なんか。風呂は入れない今日。薬？どれ？え？これ？これじゃない。これ？これ？これなんだ、漢方って言ってたな、これ。これなんだっけ、五霊三寮、五霊三寮、漢方薬ですってなんか言ってて、これはでかいやつ、これ痛み止め、腫れ止め、シネチッチって書いてある。シネチッチ、シネチッチって書いてある。これは顔に塗るやつ、うん、顔に塗るやつだって、うん、腫れ止め、これも腫れ止め、保湿かな。何の整形師なんですか。定期お願いします。定期お願いします。マジで、いやなんか430万がモニター価格で260万だって、もともとモニターじゃなかったら430万らしいよ。相当高いよね、そう考えたら。車買えるもんだって、うん、薬の袋が落ちた。あらちゃん食べちゃう、落ちる。馬買えるよね、430万だったら。それで、え ?9 まで来た。見直した。見直した、9まで来た。9。
ったな、今日一日。一日長かった今日、朝5時で始まってね。寒い目で大丈夫、来てない。1時まで。下がね、4万で僕は11万でしょ。せいさんが35万だから無理じゃないかな、多分無理だよね。さすがに追いつけないでしょ、うん、多分大丈夫っすね。明日、金箔明日11時ここピーッと撮ってるから、なんかアニサキスみたいなのがねピューって出てたよ。なんか飛行機メイト終わってないよ、後半がある、後半がある。ナナちゃん問題ない。全く大丈夫、ご飯も全部食べてたし元気です。アラちゃん薬ないよ、ない、なんもない、そのまま。腕の整形、ほうれい線とダーマペンぐらいかな、やるなら。輪郭とかは削る必要ないから、ほうれい線とダーマペンぐらいじゃない、やるとしたら。あとシミ取り。あ、なおこさんありがとう。ダナちゃん、せいちゃん、よかったね、ありがとう。メッシュ行きたいな。明日美容室空いてるかな。空いてたら行ってくるわ。昼は締めあるよ、この辺に。あるよ、どことかあるよ、あるんだって、あるのよ、あるの。ほら、ここ皮膚科で取れる。なんかシミはね、せいさんも言われたけど、あそこじゃなくて違うところでやった方がいいですよって言ってた、なんか先生が。機械が弱いから、なんか強めなところでやった方がいいですよって言ってた。スイジさん、ベッドで…あ、セイジさんね。ヨンゴさんのスイジさんじゃなくて、セイジさん。セイジさんね、うん、スイジじゃないよ、うん、セイジさん、シミ取りしたら本当に紫外線予防めちゃくちゃしないといけない。日焼け止めとかを塗らないといけないってこと。あ、確定した。1位、サブエベ1位。2位ですね、31,500円、ありがとうございます。 OK、 WGP の投票が始まりました。で、僕らは25からかな、確か。ワンツーフィニッシュ。薬飲みましたよ、糖尿病と痛み止め飲んだ。 OK、
あっち。あ、新しいのが始まったよ、せいじさん。黄金発掘隊、ゴールド。好き。これ好きでしょ。好き。賞金がね、10万。2位が7万。3位が5万。4位が3万。5位が1万5千円。17は10万。また始まった。ゴールド、黄金発掘隊。目がかゆい、目薬ないの、誠司さん。あ、目頭。描いたらダメよ、描いたら。書くようだったらエリザベスカラーつけちゃいますよ。ね、エリザベスカラー。寝てる時も意識に擦りそうだね、確かに。やりそう。着替えてくる。ラムネに。俺のおばあちゃんもさ、93なんだけど、ポリポリ自分でさ、死んじゃった方のおばあちゃんね、寝たきりだったんだけど、手でこうやるのよ。死ぬ直前とか。だから、あれつけられてたよ。ミトンみたいなのつけられてたよ、手に。無意識に顔かきむし血が出るから、手にミトンつけられてた。で、寝るときはなんか縛られてた。かわいそうだけど、だからせいぜいミトンつけるしかない。縛るかも、ベッドに。縛る。書くかもしれないもんね、だって。アイマスクして寝た方がいいかもね。かも、手袋。ミトンはないんだよね、片手しか。変なやつがいる、誠司さん。変な俳人じゃ見つけちゃった。バン覚悟で脱ぐとかやってるバカがいますわ。変なやつが出てきた、また。バン覚悟で脱ぎますとかやってるバカチンがいる、一人。可愛くはないっすね、ちょっと。申し訳ないけど。1500人で脱ぐって見たいのこれ。見たいんすこれ。大丈夫これ。どんどん増えてる。こっちから今流れていってるよ。1300までいっちゃった。眉毛ボーボーだね。落ちるんじゃない、そろそろ。1500で脱ぐんでしょ。こういう人がね、定期的に出てくるんですよ、ふわっちは。この間もいたからね、ディープキスしますとかってやってる人。永久版になったけど。あ、1500に行く。あ、やだ、行っちゃうわ、これ。うわぁ、バカだ。あ、行った、1500に。1500
1500人超えた2000目指すめんどくさいタイプだね。引き際は分かってないな。この2000はちょっと厳しいんじゃない。このこれで2000はさすがに無理だと思うよ。厳しいんじゃない、多分。整形しねえどこ、なんかのパーツが悪いな。なんだろう、眉毛がちょっとダメか。眉毛、眉毛大事だな。眉毛がちょっとボーボーすぎるね、ちょっと。なんか鼻、唇、鼻か、鼻か、鼻なんか残念だな、どっかが。何歳なんだろう、この人。どっかのパーツが誰の、なんか今やってんのよ、愛っていう人が戦後、なんか万覚悟、あ、テロップ記者入ってるわ。テロップ記者入っちゃった。テロップ記者ね。なんかね、万覚悟で脱ぎますとかやってたやつがいるんだけど。生見せらせ。テロップ記者入っちゃった。アホか。クワッチ舐めるな。クワッチ。アホ痛い、アホ痛い。アホ痛い。めっちゃ痛い、ここ、顎。ここが痛い。痛み止め飲んだんだよ。痛いよ。あ、痛み止め飲んでない。なんかもう一個あったな。なんか白い袋に。白い袋？痛み止め。腫れ止めと漢方しか飲んでない。白い袋に入ってない、痛み止め。これじゃない？あ、それ。これ飲まないと。これやんか。これが2種類か3種類が入ってますよ、これ。え、そんなに。うん、1日3回、3日分、朝昼晩、一錠ずつって。3種類も。うん、それとロキソプロフェンってやつとペングッドってやつと、これ飲んだ方がいいんじゃない、スイさん。どうも。あ、2種類だ、2種類。どうも。1個ずつ。痛い。うん。お茶がないのちゃうつとこも。目が閉じれない。二十歳なのこの人。老けすぎやん。ファンデーションの色合ってないのこの人。デコボトックスのせいだね多分。精神病棟みたいになっちゃう。叫んでいい。精神病棟になっちゃう。叫ぶで痛かったら、あーとか言うんでしょ、うん、やっぱ叫びちゃうか。
人だったら大変だったんじゃないかな、これ。なかなか。心細いわね、でも。ここいるよ、マジで。こんなに抱きたいと分かったらやってないかも。またやりたいと思いますか？ちょっとしばらく。しばらくは嫌だ。うん。でも、術後の経過次第では、うん、ありなのかなしなのか、ああ、思ってた、どれだけ変わるのか、変化の具合によっては追加もある、そうおかわりあり、そう、うん、これ寝れないんじゃない、多分、うん、目が突っ張ってる感じがするよ、やばい、星座見て、うん、あ、なんか、あ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 、脱いじゃったよ、落ちる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 、水着これ、いや、ブラジャーじゃないのこれ、ブカブカやん、しかもブカブカあー、怖やな、こいつ怖やな、星座さんのおむつの方がエロいけどね、え、なにこれ、ブラ取り落ちるやろ、早く落ちるよ、早く取れよ、落ちるから早く、うわ、配信落とされるから早く脱げや、脱ぐなら、うわ、落ちるんじゃないこれ、早くしないと、ね、脱ぐなら早くしろよお前、押せえよ、引っ張るな、早くしろよ、声出てるの、早く脱ぐなら、止めた、止めてる、早く、何してんだよ、早くしろよ、声出てるわ今日一声出てる、素人だな、落とされるよ、愛ちゃんね、同じ名前ですよ、これ下着、下着でしょ、多分下着じゃない、下着だよね、これ、なんで落ちないの、下着ってダメでしょ、なんで、2500人いった、あ、脱ぐ、あ、脱ぐ、2500人いってる、2600愛って人、あの初期サムネイルになってるよ、家ボロくない、うん、床、実家これ、二十歳出てましたよ、うわ逆にこれなんか田舎に住んでる、いいとこで番になると思ったらなかなか落ちないから、本人が一番焦ってんじゃないこれね、え、ギリギリ攻めてたらそのうち落ちると思ってたのに落ちないもんだからどうしようってなってんじゃないのこの人ねえ、え、本当に出さないといけないのみたいな、早く落ちて落ちてみたいになってるよこれ、焦りが見えるの顔に、見せるしかないよここまで来たら、うん、インスタライブに誘導してる、3000人いっちゃった3000人いっちゃった、しないね、インスタに誘導したかったんじゃない、多分いろんなサイトでやってんじゃないの、こんなこと、センシティブ扱いじゃないのかこれ、遅いよね落ちるのが誠司さんコメントしてる、なんて、早くしろ早くしろよって3000人突破、ただいま閲覧第1位じゃない、この人がふわっちで第1位です、ブロンズ、閲覧ブロンズ、ひよこ道場、リスは？リ
S1 ありえるんじゃないですかこれ。バンならなければ。うん、バンならなかったら。ならないの？今やめたらリスワンかなこれ。あ、ブロックされちゃった俺。そう。うん。ブロックされちゃった俺。配信者ブロックされてる。あら。見えない。見えないの。こっちで見えてるからね。ブロックされた。通報して、ムカついた。カバリス通報して、ひばりの配信。カバリス通報、ムカついた。アイちゃんブロックされた？あら、コメントしちゃダメなのかな。通報して。あ、出してる出してる。出した。うわ。うわ。あ、出さない。通報して。出さないんだ、結局。通報、カバリス。ブロックされた、このブースに。通報して。これ出さないパターンだね、これ多分。通報行って。あ、落ちた。はい、ざま。はい、ざま。あ、落ちた。どんな気持ち？アイちゃん、どんな気持ち？ざま。バカ。どんな気持ち？終わった。もうバンだろうね。検索引っかからなかったもアウトだわ。どんな気持ち？やめたの？あら、誘導した？インスタライブに。うわー、せこいね。これで許しちゃダメだよな。うん、帰ってきたみんな。3000人行くぞこれ、こっち。リスバン狙いなのこれ。こんなの取らせちゃダメでしょ。ダメ、ブスが。アカウント残ってる。あ、じゃあ自分で切ったんだ。ブスがよ。調子なんだよ、マジで。ちなみにせいさんは早く脱げでブロックされましたね。見たくねえやこのブースがや。早く脱げってコメントしたら。ブースがや。見せんねん。汚ねえな。気持ち悪いな。やべえ。閲覧帰ってきた騎士団が。せいさん声出た。ありがとう。のんさん。あー痛い。顎が痛い。目が痛い。抜いたとこ痛い。顎。うん。今来たにアップ見せてあげて。アップ。今のアップ。今のアップ見せてあげて。今来た。あ、知らない人でしょ。見せてあげて、目のネタとこ、ね、元からせいだ二重は二重なんだね、両方とも。なんか目が突っ張ってる感じするのよ、なんかさ。ここを多分こう引っ張ってるから上に上がってる。なんか目が閉じれないよ、目が。顎がいて。熊取りもしてる。熊取り、脂肪吸引、眉間のボトックス、デコのボトックス。これここの脂肪取った。うん。なんか針がすごい、ここ。針すごいね。ダーマペンのあれ貼れてんの、多分。なんか、ふくってなってる。なってる、うん。ここ。ちょっと脂肪取ったって、ここ。ほんとだ。膨れてる。チンチンも短くなってる。そこまでやったんですか？やってない。やってない。気持ちを。気持ち？手息流して。手息流して。それ痛いやろ。あらちゃん。あらちゃん。確かに声が出だしたね。定期多すぎな、うん、定期バランスバランス考えて
兵器係がめちゃくちゃいっぱいいる。全力で行き過ぎな。天気全力行き過ぎな。あ、かいここ。頭かい。うざ、嵐やんこれ。あ、いててあこいて、笑ったらあこいて。笑わない。痛い痛い痛い。笑わないこれ。口角上げない方がいい。あこめっちゃ痛かった今。うん、二重はね、してないんだ、もともと二重だからやってないみたい。荒らされてるわ。天気荒らしてるよこれ。荒らされてる。やめて、ストップストップストップ。天気だらけ、天気だらけ。止めて、ちょっとストップ。やめてやめて、ちょっとストップストッ プ, トップ、うん、米場になるよ、連投してたら。気をつけてね。ダメだよ、マジ米場になっちゃう、うん、いつもわかんない人はでも補給入れるよ、うん、そのうち補給せるよ。ダメ、遊び出したらハマりせめてよ。あーちゃん足元に、せいぜい着替え、ラムネに着替えてもいいやつ。ラムネ2回目だ、うん、ラムネね、ちょっとさっき片付けよう。終わったらサクッと俺も寝よう、今日は。さすがに俺も疲れた、今日は。もうな、頭通るんじゃない、カバーしてたら。通るんじゃない。笑わない方がいいよね。笑わない方がいいよ。俺も行ってきたよ、犬が。できた。保冷剤で冷やすとやっぱいいらしいよ、先生。じゃあ、俺が入れる。あるかな。ある。直で入れたら冷たくない。冷たいんだ。でもあれ冷えちゃうのがいいんじゃないかな。冷たまる。子供用のやつ、ちっちゃいから、これ貼った方がいいんじゃないかな。足りなかったらまた明日買えばいい。これ。8時間継続だから。これね、後で。あの、着替えてから貼って。でも、あれつけてても多分、切れると思う。わからないから。保冷剤はね、あの水が出てくるじゃん、ピシャ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 。それが寝てるとき嫌かもしれない、もしかしたら。溶けてきたら水浸しになるじゃん。いやだ。消えちゃうのがいいよね。あるある、子供用のやつが。携帯に貼るようなやつで何個かある。明日買いに行かないとって言ったら足りない。市橋達也は麻酔なしで自分で行ってるからね。無理や。脳麻酔で自分で全力で行っちゃってるからね。すごいよね。ほくろも自分で取って、唇も自分で切ってんだよ。だってえぐいよな。結構変わってたしね、なんだかんだ。あれは相当痛かったと思うよ。
痛み止めは飲んでたかもしれないけどね、それでも痛いよ。隙間に入れるしかないですね、これ。ちっちゃいから、サイズが。ダラちゃんは歯磨き。サイズか。隙間に。入んなくない？パツパツだよ。いやー、どうやってやんの？無理でしょ。滑らせらんないよ、パツパツついて。どういうこと？だからここの隙間に入れらんないって。こう一回外して貼るしかない。一回外さないと無理か。これ一回、こう一回出していいの？これ肉を出して入れ込むか、うん、これ真下が痛いもんね、顎の。顎の真下に貼りてえね。真下。うん。どうしよう。顎の真下に貼りたいんだ。ここに。そこ。ここ痛いの。ここ。うんうんうん。ここにちょうどピタッときたい感じ。うんうんうん、どうしたら一回外すしかないんじゃないか、そしたら。外す。一回外した方がいいかな。これ。外したところ。やばいよ、グロいよ、大丈夫。閲覧注意。閲覧注意ね。外した。ここ一回出てるやんか、うん。めっちゃ楽なんだけど。それで。うわ、めっちゃ腫れてるやん。うん、ねえ、青くなってない？ここ。うん。ここ。ねえ、目の下めっちゃ青くない？ね、なんでこんな腫れてんの？目の下青くない？内出血、内出血。これ塗った方がいいんじゃない？なんか塗り薬。いや、なるよね、みんな内出血。こんなに殴られたのと一緒。しゃあないです、これは。なるの、これ。待って、この人がちょっとこうやって持ってきて、こっちの前に。こう。うん。ただの
切れ込み剥がれてない、うん、めくれてない、よし、入った OK 入った入った前髪こんな出てたっけ、いや前髪出てたっけ出てない出てなかったもう少し前止め後ろすぎ、ちょっと耳は出てる、耳はね出てます、出てます、うん、もうちょい前あれが切るかも、頭が痛いよ、これこれめっちゃ頭痛くなるわ頭が締め付けられる、締め付けられて頭痛い、うん、ここズキズキする頭が夜中叫んでいい頭痛い、先生、先生それはめっちゃ頭痛い、なんて内出血塗るお薬カバンに入って、あ、マネージャーだ、うん、内出血ほらお薬あるってで塗るやつだ、あれあのカップに入ってる、そう、あれ塗んなきゃダメだ、内出血ここに塗らないと塗った方がいいでしょ、内出血塗る前に塗った方がいいんです、塗ろうか、めっちゃ青くなってきてるやん、いや黒くなるっすよ絶対、嘘、うん、歯磨き、ナナちゃん、ナナピもあるよ、歯磨き、ヒアルロン酸入れたっけ、入れてないの、あれじゃないですかほうれい線、ほうれい線入れたっけ、うん、うん、入れたんだっけな、ほうれい線は入れたんだよ、分かんない、全部やってるって言ったから、眉間は入れたよ、ボトックス、おでこと、なんかここ膨らんでんな、なんか膨らんでね、ここなんか膨らんでね、なんだこれ、光か、あ、やだ、ここなんか線ついちゃってるやん、線ついちゃってね、ここさんない方がいいよ、さんない方がいいって、5本ずつ、リフトは5本、あれ、あ、そうそうそう、目の下、それ、目の下、意味あんのかね、あと内出血してるとこない、ここだけかな、ここだけ、なんかヒリヒリするな、なんかヒリヒリするわ、ヒリヒリする、なんかしんねえけど、ダーマペンかな、あ、ダーマペンかも、ヒリヒリするわもうダーマペンもやってるかな、
あー、痛ぇな。ヒリする。うん、いいですよ。糸リフトもダーマペンもしてるし、クマトリも全部やったよ。やれることは全部やった。糸リフトが痛いのか分かんないけど、あと目を無理やりこう誰かの手でこう開けてる、開いてる感じがする。もう寝るなよお前みたいな感じで、まぶたをこうやって違和感がある。まぶたが、うん、全部やった。いや、経過次第ではハマっちゃうかもしれないね。で、いつこうなんつうの、またやりたいなって思うかだね。今はやりたくないって思うよ。痛いもん今ね、違和感があるし、このあと良くなってきたら、あ、整形もいいなってなるかもしんないよね。うん、今こんなんだけど、そう、260、いや、カード、カード、はい、今腫れてて痛いからどうなるか分かんない。シミは違う病院でやる。またマネージャーに探してもらう。シミ取り専門の強いところがあるから今度またやる。シミまであるでしょ、これ、これ、これシミじゃん。これ取る。いくらすんだろう、わかんない。ニトリ今日俺はやってみようかな、仕事で。一緒にね。体のブツブツも取れたいね、マジで。取れるんだったら。うん、やっちゃおう。うん、綺麗にしちゃおう。車のボディと一緒でしょ。43年ものの車、ボディボッコボコでしょ、そりゃ。そりゃ、年季入るやろ、43年間も来たら。43年前の車ってやばない？錆びついてるやろ。少しずつ。なあ、板金いくやろ、そりゃ。板金やね。何歳から行ったらいいんだろ、板金は。痛々しいな。ボクサーみたいな。ね。試合の後の格闘家みたいになってる。痛々しいわ。なんか TikTok でさ、こんな加工なかったっけ。こういう風になる加工あります。あるよね。こういうのある。あるよね。フィルターで。落ちてんの？落ちた？どんなイケメンになるんだろうな。ピショーさんとは違うタイプだよな、顔が。翔さんは渋い感じ、シュッとしてるイケメンやんか。どんなイケメンになるんだろう。渋めの木村拓哉みたいになるのかな。うーん、竹内涼真、どっちよりかわかんないですね。どんな感じなんだろう、想像がつかないんだけど。どんな感じ、たまごっち出たら黒いやつだから、うん、次どっちに行くかわかんない。うん、キムタクの方に行っちゃうのか、うん、竹内豊かの方に行くかもしれない。どんなイケメン、わかんないよね、分岐点があるから、うん、ワイルド系に行っちゃいそうだけどね。ワイルド系になるかな。うん、鳥町隆の方に行っちゃう。ここがもうなくなるわけでしょ、ここシュッて、うん、そう、うん、晴れてきた、今術後何時間、だいたい8時に終わった。4時間、うん、今術後4時間後です。5時間ぐらいか。晴れてきます。まだ晴れるの、これからもっと。ピークいつ、これから。痛み止めがちょっと効いてきたかもしれない。ちょっとマシかも。寝るんだったら今かも。効いてる時は寝た方がいいかもしれない。今寝た方がいい。
明日ピーク。嘘。痛い明日。バンドがね、痛いのよ。締め付けられてるから。脳天が痛いのよ、ここ。糸リフトしなかったらそれしなくてよかったんだ、じゃあ。そうなの？多分。糸リフトしたからバンドしてんの、これ。うん。熊取りと熊取りアーマペンだったらしなくていいはずだけどな。そうなの？脂肪吸引。あ、脂肪吸引ね。ああ。なるほどね。顎肉？顎肉だ。そうなんや。まゆちゃんもやったってこと？脂肪吸引。どうなんだ。これやってましたもんね。え？ワボリマンの姉貴だの？チョコパイって。ワボリーマンってあの神奈川の入れ墨入った姉貴がチョコパイなの？うせやん、知らなかった。それは姉貴ってまた出たわ。血つながってないのに姉貴とか言っちゃうやつ。出た姉貴分、出た一番嫌いなやつ。ヤンキーごっこだるいわ、一番嫌いだ。実の姉貴じゃねえの、姉貴分。くだらねえ。なんかめっちゃ腫れてきたな。目の下が徐々にね。やばいね。これ大丈夫ってなるね。ダウンタイム不安なんね。めっちゃ不安なんだけど。このまま戻らなかったらどうしよう。このままだったらどうしよう。このままだったらどうしよう。俺ちょっとね、大丈夫これ。一生彼女できないんじゃないこれ。岸田さん、これ誰も付き合ってくんないんじゃないこれ。大丈夫これ。マンスリー下がんないこれ。いや大丈夫でしょ。大丈夫、すぐ推し変しますけど言わないこれ。下がるからすぐ目覚めちゃうこれ。推し変しちゃうねこれ。大丈夫か。ちょっと本気だから。このままだったらすぐ行かないで。ラジオ配信者になるからしたら、あの AI のやつね。ああ、本気で考えちゃった。ほらやばいよ、ごめん。寝るか。寝た方がいいの、ダウンタイムは。薬が効き始める。寝たほうがいい。多分寝れなくなっちゃうんだ、多分。嘘、寝たほうがいいっす。初日だからね。じゃあコンクールだけするわ。歯磨きしんどいわこれ。コンクールしてくるわ。ちょっとしみるんじゃないですか。でも大丈夫かな。しみるかな、コンクール。大丈夫。刺激物はやめたほうがいい。やめたほうがいい、コンクール。痛いんじゃないの。水うがいだけのほうがいい、うん、どうする。コンクールやめる。水でかい？水にするじゃん。ぐちゅぐちゅペーしてくるわ。いつ歯磨きでいいのこれ。明日は大丈夫じゃないですか。できるの、うん、ナナちゃんもダウンタイムですね。ダウンタイム。痛い。しみる。ほっぺたの血は痛い。うわ、肉の破片出てきた。え？肉の。
ソーセージかよ。ソーセージパン食べたから。ソーセージかよ。ソーセージかよ。ソーセージ食ったね。食べた。ソーセージだった。歯に詰まってた。ピンク色だった。うん。びっくりしたマジで。肉が出てきたなこれ。びっくりしたマジ。じゃあ寝るわ。お茶もらって。うん、しょうさんありがとうね。いやいやいや。今日あれしたらせいだ顔体拭くやつ。ああ気持ち悪いんだったら。ああ大丈夫。大丈夫。そんなに気にしないから。これ薬で飲んだもんね。飲んだ。ほらね。じゃあ第二病棟ね。